はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、国土利用計画法の事後届けでについて解説させていただきます。国土利用計画法っていうのは、事後届けでと事前届けで、あと許可制、許可っていうのがあるんですね。大きく分けて3つあるんですけども、まあ宅建試験でよく出題されるのは事後届でと事前届でなんですね。で、事後届でと事前届でで言うと、事後届での方がよく出題されます。で、今回は事後届でについて解説します。で、そもそもこの国土利用計画法っていうのはどういった法律かというと、地価が高騰する恐れがある取引を規制するための法律なんですね。まあ、例えばなんですけども、ある広い土地がありました。その広い土地、まあ、評価額が1億円ぐらいだったと仮定します。これを例えば10億円とかで売買契約を締結しちゃうと、その土地だけじゃなくて、その周りの周辺の土地の地価まで上がる可能性があるんですね。そうなってくると、土地のバブル状態になって、まあ、弾けた時に、まあ、えらいことになるわけですよ。なので、そういったことを規制するために、国土利用計画法があるんですね。まあ、具体的には、そういった取引をする場合は、届け出をしてくださいね、とか、許可を先に取っておいてくださいね、とか、まあ、そういった規制があります。制限があります。で、今回は事後届出の話なんですね。で、この事後届出っていうのは、漢字の通り、事柄の後に届け出てくださいねって話なんです。事柄の後って何かっていうと、契約した後です。契約を先にしておいて、その後に届け出をしてくださいねっていう話なんですね。で、もう少し具体的に話をすると、権利取得者は、届け出対象の取引、かつ一定面積以上の取引をした場合、契約締結日から2週間以内に知事に対して届け出をしてくださいね。こういったルールになっております。これ、今線を引いたところがポイントなんですね。これをちゃんと頭に入れていただきたいですね。まず、権利取得者って誰なのか。これは売買契約で言ったら買い主に当たります。で、交換契約。つまり、私が土地を持っていて、あなたも土地を持っていました。これを交換する。交換するとなってくると、元々のこっちの土地っていうのは、権利取得するのはあなたですよね。で、あなたが元々持っていた土地については、交換することで私が権利取得者になります。なので、交換の場合は両者ですね。当事者双方。当事者双方が権利取得者になります。で、届け出対象の取引をした場合、この届け出対象の取引っていうのはどういった取引かっていうと、地価が高騰する恐れがある取引なんですね。これちょっと具体的に話すと時間長くなりますので、例えば売買契約で考えると、先ほども言った通り1億円ぐらいのね、評価しかない土地を10億円とかで売買契約をしちゃうと、これは地価が高騰する恐れがありますよね。なので、売買契約については届け出対象の取引に該当します。あと、交換契約も一緒ですね。交換契約も、例えば1億円の評価の土地をあなたが持っていて、私が10億円の評価の土地を持っていましたと。これも1億円だった土地を10億円で交換をしているということなので、1億円の土地を10億円で買い取ったと。まあ、同じ意味なんですよね。なので、これについても地価が高騰する恐れがあるので、届け出対象の取引になります。まあ、今の事例で言えば、売買契約、交換契約、これが届け出対象の取引に当たります。じゃあ、届け出対象の取引じゃないもの、具体例何があるかっていうと、抵当権の設定契約です。例えば私が1億円の土地を持っていましたと。で、1億円の土地を持っていて、例えば、まあ、あまりありえないんですけども、10億円の借り入れをしましたと。10億円の借り入れをして、で、それに対して私が抵当権を設定しました。10億円の抵当権を設定しました。まあ、一般的には銀行からお金を借り入れるわけなんで、この抵当権者は銀行になりますね。で、この場合、抵当権の設定契約をすることによって、地価が高騰する恐れがあるかと。言うと、これ、地価が高騰する恐れってありませんよね。むしろ10億円の保証がついてるわけだから、まあ、通常売買するにしても、1億円より低い金額で、売買されることになるんですよね。まあ、なので、まあ、地価の高騰っていうのは、ありません。だから、抵当権の設定行為については、まあ、抵当権の設定契約ですね。については、届け出対象の取引には当たりません。で、届け出対象の取引で、かつ、一定面積以上の取引じゃないといけないんですね。例えば、売買契約をしました。で、一定面積以上の取引であれば、これは届け出が必要なんです。事後届出に必要なんですけども、まあそうじゃないと。
つまり売買契約はするけれども一定面積よりもちっちゃい一定面積未満の取引なのであればこの場合は届け出は不要ですよと事後届けでは不要ですよっていう話です。つまりこの2つを同時に満たした場合に事後届けでは必要ですよって話なんですね。届け出対象の取引であってでかつ一定面積以上の場合、まあ、この場合については届け出が必要ですよ事後届け出が必要ですよ。じゃあ事後届け出の手続きってどうやってやるのかっていうとまず契約締結日から2週間以内つまり売買契約をしてから2週間以内もしくは、交換契約なのであれば交換契約をしてから2週間以内ですねに知事に届け出をしてくださいねっていうふうなルールです。知事この知事ってどの知事かっていうとそのこの土地の所在地を管轄している知事なんですね。つまり権利取得者の住所地は関係ありませんよって話なんですね。例えば東京に住んでいる人が沖縄県の土地を買いましたとで事後届けで必要ですよと言った場合東京都に住んでいるからじゃあ東京都知事に届け出をするのかといったらそうじゃなくてこれは沖縄の土地なので沖縄県知事に届け出をするとまあ言った話なんですね。もうちょっと詳しく言うとその土地の所在地を管轄している市町村長を経由して知事に届け出をします。例えばある土地が〇〇県バツバツ市に所在してたとするのであればバツバツ市長を経由して〇〇県知事に届け出をするとまあいった流れなんですね。まあなんでまあこれもちょっと具体的な話になるけれども頭に入れておくといいでしょう。市町村長を経由して都道府県知事に届け出をしてくださいねといった話です。で今回特に重要なこの一定面積以上の場合ってどんな場合なのかこの一定面積を覚えないといけないんですね。これをちょっとこちらに記載しておきました。まず市街化区域内の土地なのであれば2000平米以上これが一定面積以上になります。で市街化区域以外の都市計画区域内つまり都市計画区域内っていうのは市街化区域市街化調整区域非線引き都市計画区域、まあ、3つに分かれるんですね。で市街化区域については2000平米以上です。でそれ以外の区域つまり市街化調整区域および、非線引き都市計画区域については5000平米以上の場合が一定面積以上に当たります。でそもそも都市計画区域外それ以外ですね準都市計画区域も都市計画区域外ですよ。これについては1万平米以上、まあ、言い換えると1ヘクタール以上ですねの場合は一定面積以上に当たります。ではちょっと具体例を考えます。まず A さんが市街化区域内の土地3000平米の土地を持っていました。これを B さんに売却しました。つまり AB 間でこれ売買契約をしたっていうことですね。この場合誰がいつまでに届け出をしなければいけないのでしょうかというとまず市街化区域内で3000平米ですよね。ってことは一定面積以上これに該当します。でかつこれ売却ってことは売買契約をしているわけだから届け出対象の取引にも当たります。だから事後届け出が必要です。じゃあ事後届け出が必要な人って誰なのか。これは権利取得者です。これはいわゆる買い主ですよね。売り主はこれ届け出する義務はありません。義務があるのは買い主です。この人が知事に届け出をしてくださいねってことですね。売買契約を締結してから2週間以内に B さんは知事に届け出をしてくださいね。もっと厳密に言ったらこの土地の所在地を管轄する市町村長を経由して知事に届け出をするといった流れになります。で続いては A さんが1000平米の土地を持っていてその隣に B さん1000平米の土地を持っていましたと。でここで C さんがこの A さんが持っているこの土地とこの土地まあつながってるんですね。つながってます。でつながってるこの2つを敷地として、マンションを建てようかなと思っているとまあそう考えてください。その場合じゃあ C さんは届け出必要なのかと。つまり AC 間で売買契約をしてかつ BC 間でも売買契約をするっていう流れなんですね。この場合 AC 間だけで見ると1000平米だからこれ市街化区域内2000平米以上ではありません。したがって一定面積以上ではないんですよね。ってことはここだけ考えるとこれ届け出不要になるんですよ。ただし重要なことはここからなんですけども物理的計画的に一体性があると
つまり物理的一体性があって、かつ計画的一体性がある場合、これは一段の土地と考えます。一段の土地っていうのはもうまとまった土地と考える。つまり、この1000平米、1000平米っていうのは2000平米の土地と考える。これについて売買契約を締結したと考えるんですね。でそうすると、C さんは先ほどと考え方は同じで知事に届け出をしなければいけないっていう話になるんです。じゃあ、この物理的一体性と計画的一体性って何なのって話なんですよね。物理的一体性っていうのはもう簡単に言ったら隣り合ってる土地ですよ。全然離れている土地だったらこれ関係ないけども、隣り合っている土地だったらこれは物理的に一体ですよね。くっついているわけなんで。で、かつ計画的一体性っていうのは先ほどお伝えした通り、この2つの土地に対してマンションを建てようっていう計画なんですよ。つまり、こっちの土地にもこっちの土地にもマンションを建てるって話なんですね。つまり、この2つの土地を使ってマンションを建てるということは、計画も一体なんですよね。計画も同じじゃないですか。っていうことは、物理的にも一体性があって、さらに、かつ計画的にも一体性がある。この二つを同時に満たすから、この場合はもうまとまった土地と考えましょう。これが一段の土地と呼ばれるものなんですね。なので、C さんは2000平米の土地を売買契約で取得したと考えます。つまり C さんは売買契約を締結してから2週間以内に届け出をしてくださいね。という話です。で、ここで一つ問題になってくるのが、AC 間の売買契約と BC 間の売買契約って、同じ時にやるとは限らないんですよね。ずれる場合があるじゃないですか。そういったことも踏まえると、AC 間の売買契約を締結してから2週間以内にこっちの取引について届け出をします。で、さらに、BC 間の売買契約をしたら、この BC 間の売買契約をしてから2週間以内に届け出をします。といった感じで、まあ2回に分けて届け出をする形になるんですね。まあもちろんね、一緒に届け出してもいいですよ。どっちもちゃんと2週間以内であれば、まとめて、届け出をするってこともいいんですけども、まあ分けて考えると、AC 間で契約してから2週間以内に届けなければいけない。かつ、BC 間で契約をしてから2週間以内に、届け出をしなければいけないと。いうふうなルールになっております。これが事後届出の話ですね。で、ポイントはこの下線を引いた部分です。この下線を引いた部分は全て重要なので、頭に入れておきましょう。まず、誰が届け出をしなければいけないのかっていうと、権利を取得した人、買い主だったり、まあ、交換の場合は、両当事者ですね。で、届け出対象の取引っていうのは、まあ、基本的にはその取引をすることによって、地価が高騰する恐れがある取引だと。例えば、売買契約だったり、交換契約ですね。で、一方で、届け出対象の取引じゃないもの、該当しないもので言ったら、抵当権の設定契約があると。抵当権の設定をしたところで、その地価が上がるってことはありえませんので、これは届け出対象外だよと。で、じゃあ、一定面積以上ってどういったものかっていうと、市街化区域内であったら2000平米以上。市街化調整区域、非線引き区域の場合は5000平米以上。都市計画区域外であれば、1万平米以上。この場合が一定面積以上の場合に当たりますと。で、この届け出対象の取引を満たして、かつ一定面積以上、この二つを満たす場合、権利取得者っていうのはどういった手続きをしなければいけないのか。これは契約締結日から2週間以内に知事に届け出をしましょう。具体的には、その土地の所在地を管轄する市町村長を経由して知事に届け出をします。なんで、まあ、窓口が市町村長なんですよね。で、届け出をして、その届け出の最終的にどこに行くのかって言ったら知事に行くんですよ。窓口が市町村長なのであって、届け出先は知事ですからね。で、ここ注意してください。届け出先が市町村長ではありませんので。で、最後に、一段の土地に関する話ですね。一つ一つの土地が一定面積未満であったとしても、物理的一体性があって、かつ計画的一体性がある場合は、その二つの土地、まあ、今回は二つですよね。まあ、三つの場合もあるし、四つの場合もあります。それらの土地っていうのは、一段の土地としてまとめて考えます。で、このまとめて考えて、それが一定面積以上に該当するのであれば、これは知事に対して届け出をしてくださいね、というふうなルールになっております。で、今回話した内容、まあ、全て重要なんで、ぜひ何度か動画を見ながら復習していただければと思います。で、個別指導についてはもっと細かくですね、重要なポイントとかもお伝えしておりますので、さらに理解を深めたい、そういった方はぜひ個別指導をご検討ください。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからお申し込みいただけます。次の試験の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。